ということで映画カラオケ以降今日はカラオケのイベントになりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,お願いします今日はあ一言ずつの挨拶だけすいませんちょっと立った状態でお願いできればと思いますあの取材の方がですねこのカラオケ招き猫に来ていただいてのイベントになりますので早速皆さんから一言ずつご挨拶をいただきますまずは主演の綾野剛さんです、はいえー、皆さんこんばんは綾野剛ですわざわざお越しいただきありがとうございます感謝しております えー、まさか本当にカラオケ店でね、まあ、ま、まあ、この映画ならではのこうなていうんですかね、懐と言いましょうか、あのとてもまた違った感覚ですごく僕自身も楽しんでおります。今日短い時間ですがよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 では続きまして斉藤潤さんですはい、えー、岡里美役の斉藤潤です、えー、本日はありがとうございます、えー、僕も本当に今日会場がどんな風なのかなっていう風にちょっと楽しみにしてきたんですけどまさかこんなに大きいあのスタジオがあるなんてちょっとびっくりしてます今本当に、えー、短い時間ですがよろしくお願いいたしますありがとうございます そして、今日はやる気モードのファッションでいらっしゃるのじゃなかろうかと思っております。矢部恭介さんです。えー、本日は、えー、皆様お忙しい中来てくださいましてありがとうございます。えー、祭り、林組、から大役をやりました。矢部圭佑でございます。あのー、こういうね。イベントごとになりますとですね。あのー、我々はあのこう衣装と言いますかね。はい、あのそういったものをね。 いろいろ指示されることが多いんですけれどもあの前回と違って、えー、セミフォーマルで、えー、色の指定はございませんという感じだったので、まあ、セミフォーマルの意図がわからない私としては色の指定もなかったのでカラフルにしてみましたというところでございまして短い時間ではございますが、えー、皆さんと一緒に、ね、こう楽しめたらいいなと思っておりますのでよろししくお願いいたしますありがとうございます。 続きまして、吉永周平さんです。はい、えー、銀次役の吉永周平です。よろしくお願いします。えー、今日はお忙しい中ありがとうございます。えー、私はあのー、矢部さんと違って、常識のある格好できました。<laughs> えー、本日は、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。<laughs> 続きまして、チャンス大城さんです。お願いします、チャンス大城です。すみません、もう、本当に、もう、あ、もう、はおちゃ。いや、もうほ、あの、 かけないかあのもうカラオケになってるんですよんリトルさんのそう,なんそうなんですよすごいわ嬉しいじゃあ僕ちょっとスナック行った時これ俺やねん言って自慢しますよ<ー>わ嬉しい <laughs> とりあえずとりあえずよろしくお願いしますありがとうございます <laughs> ありがとうございます <laughs>、えー、さあそしてこの映画の監督を務めまして<あ>山下信弘監督です、えー、監督の山下です、えー、そうですね本当こうこのメンバーで集まるのも結構珍しいというかレアなんで、えー、短い時間ですが 楽しんでくださいお願いします。よろしくお願いいたしますではではどうぞ今日はパーティー気分で進めてまいりますのでします、ねはい、お飲み物も自由に飲んでいただいてこれは役の通りですねすいはいそうでございます,すごいチャーハンまでありますからね、はい、あの別に食べていただいても良くても悪くてもどちらでも大丈夫でございます、はい、でもあの私ももうすでに見たんですけど SNS すごい盛り上がってるんです、うん もうすごいこれエモいとかわあもう感動しちゃったとか見てほしいって見た人が書いてるっていう状況を見たんですけどもうそのこう反響っていうのは届いいてますかはいえー、っと先ほども聞きましたしあの公開されてから公開される前からこうなんていうんですかね、あのー、こう楽しみにしてくださっている方が多いってお話も伺っておりましたし公開されてからなおさらこう映画ならではの多分カラオケ行こうっていうあのムードが。 あのきちんと届いているのかなと思うと。なんかあ、あ、あったかいな、あったかくしてもらえてすごく嬉しいなってやっぱ思いがありますね。はい。見るとでもカラオケ行きたくなりますよね。なりますね。<ー>はい。あの。僕の。マネージャーが。あの見た後に。あの紅をどうしても聞きたくなるという。紅を歌いたくなるっていう。なんかそういう思いがあるそうですね。はい、あとなんか知らないうちに。紅を。 あの口ずさんでること。がすごく多いですね。あれなんかわかるんない。はい。そうですよね。リピートしますもんね。うん、脳内で、ね。斎藤さんも相当。ね。いいコメントが私も目にしてますけれど。いや、そうですね。僕も本当に公開。してから、本当に。あの友達だったり、まあ家族だったり。こう。いろんな身の回りの方からだけでなく。本当にいろんな方から。こう。 よかっただとの感想だとか本当に、えー、僕もにも届いていますし本当に、えー、幸せだなというふうに、えー、今感じてます。ティックトックのね可愛い,いんですよなんか踊ってるのを<え>もう,<ー>も,うもうすぐ流れてくると <laughs> いいでってペッてハート押しちゃうんでする可愛いと思ってあ。ありがとうございます。可愛い,い,い,いですよね。いいはい。 でででもちゃんんんととねねさんチェックしまくってるっててることですす、ね、そうなんですよ僕チェックしてるんですけどあの門川さんの方でねあのこのこカラオケ行こうのこうインスタのストーリーズとかにこう上げてくれるんですけどで僕もそれをこう引用というかあの出すんですよで出すとまたなんかさらにまた帰ってくるんでちょっとね難しいんですよねなんかその一体どこでやめたらいいのかっていうのが分からずになんかもうずっと更新更新みたいな感じではい僕もしてますでも我々には踊りの依頼は来てないですよねはい 来るよ。いやいやいや言ってた。いや僕踊れないいや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 来るよ。すごく上手じゃないですか踊り。いや踊れるってかっこいいですよね。かっこいい。はい。今にもしかするとね、そこのメンバーの素敵なおじ様たちが踊ったりされる可能性も。激激シですよ。おじさんの踊りほどもうあの滑稽なものはないんですよ。踊れる人が踊った方がいいんですよ。はい。やめ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 。

あもういいですよ。吉永さんついにねイベント登場でございます。そうなんですよ。始めて初めて,初めて変に緊張してますよ。本当にしし、ね、いや皆さんなんかねずっと会ってますね、えー、顔合わせて僕ずっとそれを画面で見てええー、なあと思ってね、えー、行きたいなそこにと思いながらずっと、はい、でも今日ここに来たっていうことは、はい、何があるかっていうのはご存知ですか？えー、ちょっと聞きましたね。 地獄の時間が待ってるんですね。まあ、僕は昨日、別の作品の撮影現場に行く途中に、マネージャーから聞きましたよ。えー、はい。ええ、びっくりしましたもん。昨日ですよ。えー、そんなことってあんのと、えー、思いましたよ、ね。はいス。ステージの上ですからね、今。そうですね。そういうこと。ですはい。そこはやっぱりほら、監督が、ね、皆さんの選曲もされてますし。いや、ま,まあ、はい、はい。 しししまたたよどうでしたかあの今回本当にね今もう公開されてからの話題も随分上がってますよね。そうですでもなんだろうあのいやその皆さん歌ってるそのヤクザチームが歌ってる歌のその編集は実はそんなにこう悩まなかったというかあれ結構原作通りなんですよねあの里みがその歌に対してこうコメントしていくっていうのがもう原作のリズムが面白かったので結構そこは結構ね 逆に教授がが歌うシーンがあるんですよカラオケを練習するルビューの部屋とかはい、はい、あそこはすごい時間かかったっていうかあだから本当はあれって練習だから <laughs>、はい、ポンポン行ってもいいんだけど結構さじっくり使っててそうもうちょっとここまでやっぱ聞きたいねここだとちょっとなんか物足りないなっていうので,で今の形に残ったので結構あそこじっくり。 下手したら間に入ってくる紅の方が長くてもいい,いですか練習がめっちゃ短くて紅も, <laughs> 紅もあるから <はい S 2> そうすごい実はあそこ歌ってる尺長いっていイントロから流しますしねあそこはすごく時間かかりました、ね、あそこ聞いてるだけでねやっぱりカラオケ行きたくなっちゃうんですよねそうですねあそこは特にと懐かしい曲もいっぱいあってね、はい、あとあの SNS で見たのが本当にこの京二とさとみの関係性がもうっていうのをたくさん目にしてるんですけどそこはどうやってこう話し合いながらとかなんかご自 自分たちで撮影中に考えもこう話してこう関係性を話してるのはうん、うん、そんなにないと思います、うんうん、なリ。リハーサルからもずっと一緒に時間を共にしていて、はいあのー、作品の中ではやっぱりヤクザと中学生なので噛み合ってはいけないっていうことがベースにあって。うん まあ漫画ではそのいわゆるさ里見くんのまあ心の声がその噛み合ってなさをこう治癒してるというかまあ成立させてるんですけどまあ映画なのでその心の声っていうものもまああのストイックにこう使わずにですねあくまで芝居と空間の間だけでっていうところにまあ山下さんの思いがありましたのでまあ乃木さんの台本もそうなってましたからだからその噛み合ってない後に。 お互いカットかかった後ととても不安じゃないですかだからまあそういう時はなるべく近くにいましたよねお互い <laughs> はいはいだから、ね、<laughs> いやなんかなんて言うんですかね大丈夫みんなで作ってるから一緒にみんなで船を漕いでるから一人じゃないよっていうのを一緒になんか作ってましたねはい、はい、心強かったですかいや本当に心強かったですあの言葉で言った あ,のあまり伝わらないか,かもしれないんですけどもう本当に本当に本当に心心強強くて心強かったです <laughs> いや我々もあれですよやっぱり里見君とね里見君は言うて役ではしてますけどく君と初めて会ってカラオケのシーンの時とかは我々も結構距離の詰め方というかやっぱ役者である以上役で接するわけじゃないですか。 で僕なんか結構ねその里美に対しては、ね「なやおらって行かなきゃいけないのでだけどその撮影の空気感としてその矢部京介と斎、えー、藤潤という近づき方をどこまでしていいかっていうあんまりこう仲良くなることはいいことだけど「なあなあ」になるとその迫力感みたいなのの緊張感があれたからどうしようっていうのは結構迷いながら。 あのヤクザチーム割となんか、ね、いい子そうですけどあのなんかね挨拶ぐらいにいいんですかねみたいな結構大人たちざわざわしてましたよめばせしてね。そうしかもその日の撮影にあの原作の和山先生も来てくださっていろんなその特殊なムードがこう織り交ざってたんですよね。んまあ、ただなんか一つ言えるのはそのあの岡里美 っていう人物と斎藤潤という役者が、まあ、この作品の中でうんこの作品にしかこう残せないものってきっとあって、えー、その撮影当時は15歳で岡里美っていう役と全く同じ境遇で変世期も迎えていてなんかその本当一瞬を切り取る作業っていうものをまあキャストもスタッフもみんながあの 彼,の彼,彼、その2人ですよね、岡里美と斎藤淳君の魅力を一るたりとも見逃さないように、あのー、必ず最後まで駆け抜けようっていう思いが集結した現場だったんですよね。うん、監督あの、ね、さっきちょっと話してて、でも私、確かに2人の屋上での会話のシーンとかも好きでしたね、なんかこう、あそこは撮り直したんだよね。撮り直しましまた、ね、そあそこは実は実回ちょっと 結構キツキツのスケジュールで慌ててやったんですけど、やっぱり。まあ、もちろん。二人もな、納得してなくて。で、俺も、ちょっと駆け足で撮っちゃったなと思ったんで。天候ですね。そう、あ<と>天候もあって。天候も、ま、もう。完全にアンダーで。で、実は、有山梨の甲府で撮影したんですけど。一、はい、回、撮ったんだけど。後日、もう一やらしくないって言って、あそこ、二回。はい、で。全然違。 出ましたね、うん、芝,居芝居というかあいや撮ってよかったなと思いました、うん、あ,そあそこは本当にじっくり、はい、まあまあ肝だったんで映画のはい <laughs> あのあの <laughs> じっくり撮りましたでも光も素晴らしい西日も入って西日というか時間帯でもあそこ狙ったんでしたっけねまあでもそうだねに昼に55体55体でもう決まってて時間帯も大体。 やりきってその後監督編集入られたという話を聞いて、まあ、編集所にちょっと差し入れようと思って持ってったんですよねでその時にお会いしてあそこのシーンすごくいいよって話をしてたらいや後ろからのもうワンカットであのシーンも見せようかと思ったら攻めすぎですっていうふうにあのマスターで撮っているんですよねもうほんと背中どう言ってるんですか、ね、全体が映って引きですよね。 そうですねバックショットで引きのやつも最後まで通し撮影したんですけど、はい、編集の時にそれ見たらあもう背中だけでいいかなと思っちゃって最初、それでつないでたんですけどそう周りからちょっと山下さん攻めすぎですって言われて <laughs> <laughs> 二人の顔見たいですじっくり撮ったんですけど最終的にそっちでもいいんじゃないかっていうぐらい、まあ、じっくり撮ったからこそなんか見える正解っていうのはきっとあると思うので。 全部使うが全てじゃないんだろううなっててののを改めてこの作品で学びましたねだからこの映画ってほら笑えるところとちょっと腕がギュッてなてるところがねいろいろ詰まってるっていう怒涛のね作品でもございますがさあ参りますあの今日はカラオケ屋さんってことでちょっとねカラオケのお話を伺ってきますけれどもあのもう歌唱シーンもいたくさんもうね映画をでに見てる方もいますから具体的にどんなところこだわったとか。 あとここはちょっとこういうアプローチしたっていうのは、どんなところがありますか。あ野さん結構ね、いろんな歌を歌いましたもんね。あ、えっと、こだわりですか。もう紅のことしか考えていなかったので。<laughs> まあ、その紅に対する、こう圧倒的な愛と。まあ、ある種の情念みたいなものですね。まあ、あと経緯こう、まあ。 その教授が考えるすべての礼節が「くれない」に多分込めているというか、ね、好きなんでしょうねとっても <laughs> だからまあこの曲は合ってないよと言われていても結局「くれない」をチョイスしていくっていうかうん僕自身も「くれない」という楽曲が持つ そのパワーみたいなものやあの初めて聞いた時の衝撃っていまだに覚えていてうんだから教師にとっては赤信号もくれない色だ全ての赤が赤じゃなくくれないに見えるっていうかなんかそういったムードでやってましたからごめんなさいなんか変,変な空気になっちゃいましたけど <laughs> <laughs> あのでもなので他の楽曲っていうのはある種情念がなくフラットなのでだからこそこう。 感情で歌ってるわけじゃないからこそ、こうなんていうんですかね。技術で歌えるんだと思うんですよね。でも皆さん、ね、あの出来上がった作品見て思ったと思いますけど。お上手ですよね。いやいや,いやあの皆さんマイクをこう、上に上げてたあたって。そうです,、ね、<laughs> <laughs> すね。すみません。ま,せんまあでも本当にそういう感情で歌ってるか、そうではないかっていう大きい違いがあって。まあそれを、あの、そういうことの、まあ、なんですかね。そういう時間でしたね。 はい、何回練習されたんですかそのインする前になんか歌裏声の練習とかはいやあの <laughs> 恥ずかしいですね<声の> <laughs> あのでも練習でたどり着けるところって限界があるのでなんかあのやっぱ「くれない」を聞き続けるっていうのは、まあ、ベースでありますけどこな何が好きなのかとか今日じゃどういうことでこの「くれない」っていうものに心拍子を感じたのかみたいなものを。 やっぱあの日々こう、聴きながら感じていくっていう作業でしたね、常にその状態でいましたね。ずっと紅を聴いていたってことです、ね、聞いてましたし、うん、彼はあの裏声で、前編、前編っていうか、紅っていう曲に関してだけは、前編、裏声で歌ってますけど、多分本人も裏声で歌ってること、気づいてないと思うんですよね。また変な空気になるんですけど。<laughs> だからあの役作りの話ってちょっとやっぱと特殊なのであの、まあ、ただ好きで,や好きで好きという、まあ、愛情ですよねかなり偏った愛ですけど、はい、圧倒的な片思いなので、はい、いやでも,も俺らは逆に淳君の,くんの里く君のその紅を撮影現場で、まあ、生で見てるわけででまあ台本では分かっていても。 その我々が映っていないそこのシーンってどういう撮り方をしているかっていうのが、まあ、分からないわけで、うん、であれだけのねスタッフやキャストの前ででやっぱり撮り方として何回も歌うわけですよ、うん、でそれをじゃあここからあの頭からもう一回行くよという監督の声から入っていってその気持ちを作りながらやっぱりもうそのね声がトーンが出ないっていうギリギリを。 頑張ってるというか思いを込めて歌ってる姿っていうのはあの逆にあんま僕ら映ってなくてよかったなと思いますよ。もう結構みんな感動してましたからすごいぞっていう、はい、なんかもう頑張れ頑張れみたいな感じになっちゃって結構、まあ、僕はねもうずっと周平君の隣だったんで<ー>えやばない言うて<ー>ちょっとおじさん感動すんねんけどみたいなうるうるですよね結構なってて。うんうん、なんかあ いかん芝居が完全にも淳君に引っ張られていくっていう感じにさえ思えてたので<ー>結構あんまりあまあちゃんと聴きすぎたらあかんっていうぐらいすごいもうそれこそ情念を持ってあの時の里みも歌ってたんだなっていうのは感じてましたね。う さあじんくはどう,どうですかその,紅の、えー、そんなふうに感じてくださってたのってめちゃくちゃ嬉しい。で,す、えー、でも本当にあの時は精う精一杯すぎて何も見えてない状態ぐらいだったんですけどやっぱりこう現場であそこがこう物語の中でクライマックスだったのでこう自分の中でここで。 こう、自分が盛り上げないといけないっていう、こう、その撮影始まる前からのプレッシャーとかもありながら、こう、最後、現場に入ってからもう本当に、心魂からのこう、叫びを本当に、毎回毎回出せたなかなっていう、こう、ギリギリのところまではい、頑張りました、うん。かっこよかったです。ね 言っているところで今日はこんな素敵なセットもございますから安部さんと吉永さんとチャンさんは今日は話聞いてると思うんです。 セット詰めて整ってますし、この,この話の後ですか。はい。感動の後のこれ順番間違えましたね、完全に。ーーこれ我々がやった後にもう最後締めたかったですね。感動の後の笑いっていうのもありかなとうね,そうですね思っておりますけど、いかがですか。したでは一曲。<ー> <laughs> はい、すみません。<laughs> すごい今助け舟が出た。ありがとうござい いやもうせっかくでちょっとだけでも聞いてみたいですよね皆さんね聞いてみたいですねあれあれあれ今カメラ持たれてるね。お付き合いいただいてありがとうございます本当にねじゃあちょっと矢部さんからいかがでございます矢部さんからなんだあの私はねキングヌーの白日という曲をまあ私というか彼方は歌うわけですけどまあこれは元々ね えー、矢部さんがどれぐらい歌えるのかというのを衣装合わせの時に、えー、監督の前で、えー、カラオケの音とともに、えー、だからもうキーがどこからど歌ったことないですからねその曲は聴いてても。 カラオケのそのキーの原曲のこれどれくらいなんだろうかと思ってまあでも高いはずだからと思って目いっぱいやってみたらはいもう大丈夫ですけどれ <laughs> もう矢部さんはあの白日はもうあの聴かなくても練習しなくていいでもそのままでって言われていたただきました、ねえー、そのままあのー、撮影にやったんですよね。<ー>

時には。誰かを。知らず。知らずのうちに傷つ。今今今俺が一番傷ついてますから、ね。<laughs> 知らず知らずではなくて。あの皆さんに。傷つけられましたということです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> ますこれなかなか、ね。なんだこれ。<laughs> 私も今台本を進めてやってるんですけど、ちょっとこれは傷つくかなって思いました。でも役役でやってくましたから、あくまで。映画見た方は喜んでると思います。本来はすごくお上手なんですよね。ただキングルーの曲を選ぶことはないですよ、僕は。こんな難しい歌を。白日を選ぶ時点でもう勇者ですよ。もうファイターですよ、あの曲を。 歌おうとするってすごいす、ね。口のもとにまあ今ね味をさらしたということで。いやもう次 <laughs> 次はい。やべさんありがとうございました。あ,ありがとうございました。したお聞き嬉しいでは、うん、歌い慣れているに違いないと思っている吉永さんのあの歌はでももう本当にいつも歌ってらっしゃるんですか。いいつもじゃないんですよ。ね、僕はもう20年近く前ですかね。うん、20年ぐらい前も,もっと前、ね、もっと前ぐらいにまだ。 あの監督も学生ぐらい,たいですねカラオケ屋で聞聴いてもはい。まあ大伐診して30年経ってまだ覚えててくれたんですよ。でその台本できた時に「はい、あこれは吉永だと」とって言って電話をいただいて「え何をどうしたらいいの?」ってえ あれですよと「<laughs> えなあれですか?」と「いや月のほらなんですか?」と明かりが出たとでそっからもうそういう矢部さんと一緒で、あのー、衣装合わせに行ったらねカラオケのこういう機会があるんですよ普通のね,ね衣装合わせにそんなもん絶対あるわけないじゃないですかでもあるんですよねなんかおかしい嫌な空気やなと思ったら <laughs> さあ一曲張り切ってどうぞと衣装合わせの後に。 スタッフたちとね、初めて顔合わせまで、ね、歌わされましたね、えーえー、地獄のような。えー、あ,んあのとの時まだ音あったんですけど、今日はないんですよ、ねえー。これなかなか <laughs> ねではよろししくお願いいたしますはかけるの

本当に普段からこれで歌ってこれでしたこれでした。学生時代に見た時これは笑っちゃっていや最高でございましたありがとうございまーすありがとうございますさあ月の明かりを歌っていただきましたけどレモンを歌ってらっしゃるのがあはいお方でございますよろしくお願いしますなんかあの今えっとなったから汚いレモンかなんかワードが ちょっと流行りつつあるみたいで今日の検索ワード<あ>かかってましたなんか汚いレモンやった、ええ、僕の歌うレモンが汚すぎるっつってカラオケ行こうファンが<お>はいはいそれでつぶやいてるらしくてね なんかあるみたいででもチャンさんも本当歌うまいんですよねそう歌うまいんでちょっと実はちょっと演じてもらってるというかあれは普段演芸をったりそう演芸歌ったりとか蜂の大群に襲われたウィン少年合唱団とかねはい見ましたはい。あ、もう嫌いこんな感じでやってるんですけどはい歌うまいんはい、レモンでだからちょっとプラス四で歌ってくれば言われまして はいそうなんですよでプラス4ですからねプラス4で歌えないんですよあの映画撮影の時も声が出なくてはいもうギリギリで歌ってもう全然上ではいだいぶ高く歌えます映画バージョンであ<ー>はいあ<ー>ああ<ー>れぐらいですからねあの日の来るしュミッあの日の金シしミッスそのすべてのツアーアダダもうこれ本 そうですね。ただでただあのあれなんです。あのー、僕あのー、ちょっと一瞬、この間30秒20秒ぐらいで終わるんですけどあのー、ちょっと高校の時にあのー、不良グループにちょっといじめられてましてあの山に首まで埋められたことがありまして<おう> <laughs> ああ見ましたよ。はい、その時にこの僕は X ジャパンさんがもうずーっと好きで、うん、う X ジャパンさんに本当に支えられてたというか。うん ほんでその綾野さんとかあのー、純君のくれない聞いた時にやっぱりしびれましたし映画館で見たときにこれ、うん、今回あの x 者僕の尊敬する吉木さんが二回リツイートしてくれててね、うんうん、それもなんかうね嬉しかったですね本なんかえっ本人すごいっつってね、うん、なんかそれはなんかほんまになんかあの言うといてくださいねチャンスをしろがちゃチャンさん二十秒過ぎてる<あ> <laughs> <laughs> ごめんなさい、うん、以上です。い,いいお話ありがとう素晴らしい歌もありがとうございました今いい流れでお話が進んでいったらやっぱりこれは見なければならないと思いまして今日はですね教授が劇中で歌う紅の歌唱シーンをご用意しておりますさあ<ー>そ,それでは早速見てみたいと思いますのではいこちらでも大丈夫ですよねはいお願いします 皆さんありうまいですよすめちゃめちゃうまい,い,うまいとかい<や>そういうじゃないですな何ですかあの<え>別栄みたいな<え>もう空気感が全く<え>違ううまい設定ではないですからねただまあその曲があのなんですかねいろんな歌い方をこう受け止めてくれるこう受け皿がやっぱ。 くれないという曲はもう果てしないので、まあ、どんな風に歌ってもやっぱくれないになると。すごいですよね。これすごいですよね。やっぱりね。いやぶいね、ヘドバンとかもきれが。きれ<や>でしたね。一瞬バンギャに見えたもん。その横で、あのチャーハンの食べ方できるね。<や> <laughs> <laughs> だから、全然噛み合ってないんですよ。全然噛み合ってないんですよ、ね。そういうところ、やっぱり大物感感じるんですよ。 あれ分かってても、結構ね<う>あの僕らぐらいだとわざと違うやらしい小芝居みたいなの入れるんですよね、うん、全く関係ありませんみたいなもう淡々とされてるもんな <laughs> すごいわ、ね、あの麒麟の川島君が見て「あの星野さんむちゃくちゃ良かった」っつってコメント出しててね「うん、あの教司と淳君の,その最初の関係は多かったけど最後」 最初はこうお互い距離あったけど最後に二人が間に虹がかかるっつってあや素敵で僕も、ねえー、そういうコメントしたかったなーって川島さすが川島さんですね。 ちょっとまたね、映画館で見たくなりましたそうですね。うん、多くの人、これからも見ていただきたいと思います。またたすさあ、それでお時間が近づいてまいりましたので、最後にですね、代表して綾野剛さんと斉藤淳さん、はい、そして山下信弘監督からメッセージをいただければと思います。はい、これ座った状態で,大でいやいや、大丈夫です。ですあ、出しますか。今日、皆さん、はい、本当にありがとうございます。感謝申し上げます。 えー、カラオケ碁が、まあ、無事公開しましてですね今あのいろんな方にあのこの作品を愛していただいている、えーまあ、そういったあの状況でまたこうして皆さんと会えてあのこうやって皆さんにこういった時間を作っていただいて本当に感謝申し上げますありがとうございます。あのとてもうーん青春の一言ではなかなかあ表現しきれないその作品の中にあるいろんなテーマがあるんですけどもまあ そういういもものも全てこう包み込んでです、ね、たおやかにあの温かく優しい作品がうんこういう形で生まれてくるとはとても想像していなくて、えー、撮影中は何かこうさとみくんとの時間の中で常にこう危機迫るようなその緊張感の中で撮影しておりましたから出来上がったものを見たときにやっぱりたった一人のその岡さとみ斎藤淳っていう。 まあ、そのただ一人をこう見つめていく作品って、やっぱ映画の本来あるべき。姿なのかなと改めて思っています。そこに、その一人をどう輝かせるかっていうことを考えた、あの。キャストの皆さん、スタッフの皆さんに、改めて、あのリスペクトとともに感謝申し上げます。今日、皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。では、斉藤淳さん、お願いします。はい え皆さん本日はお忙しい中ありがとうございました。えー、僕も今日お話ししていてまたえ映,画映画館に何回も行こうとえ今思いましたし一緒に行きましょうか。えい,、ね、いいですか映画行こういいですかいいんですかえっ全然全然全然。えっとでも本当にそううんこう何回見てもこう。 なんだろうないろんな見どころが詰まってますしこう、まあ、こう見どころっていう一言でくくれないほどたくさんの、うんまあ、こうた郷さんがおっしゃってくださったたおやかに温かいこうシーンがたくさん詰まってると思いますのでえ皆さん劇場に足を運んでくださったら、えー、嬉しいですありがとうございましたありがとうございます。 では最後に山下信弘監督お願いします、はい。はい、えっと。そうですね、あの現場撮影中はその。綾野君とよく話したのがやっぱ。まあ、さいまあ、今回は里見君の話だと、映画まあ、軸は里見君なんで。どう里見君をこう、僕らでこう。作り上げていくというか、いこう。なていうんですかね、こう、引っ張っていくかみたいなことを話していて。で、やっぱ。出来上がった映画見たら、やっぱり、その。 それに対する聡く君のこうなんだろう芝居で答えたその結果が今なんかこうみんながすごくあの喜んでくれてるというか映画としてみんな気に入ってもらえてるその僕と綾く君が最初に狙ってたことがちゃんと今形になってるなと思ってるんであのすごく僕としては満足してるしあとその泰斗君の熱量というか頑張りは本当絶対スクリーンで見てほしいなと思うんでまあ 音楽映画なんで音楽も含めてやっぱ映画館で見るべき映画だなと思ってるんで、えー、ぜひあので僕もまだちょっとまだ普通の一般の映画館では見てないんで近々行こうかなと思ってるんですけどあのぜひスクリーンで見てほしいなと思いますまだまだ公開続くんでよろしくお願いしますありがとうございました。